敵の数が尋常ではない。急がねば影勝様たちが危うい。当然影勝様、しばしお待ちを。行ってみっか。この加熱リーダー直ちにお救いいたします。本陣の防衛は我らが引き受けよう。南の敵は本陣、北の敵は城に向かっている。敵の動きを見極めつつ進んでくれ。無数の敵か、我が槍で押し通るのみ。どぎも抜いてやらな。無理しかない。どぎも抜いてやらな。押して参る。ここまでやってくれるとは。心憎いやつめ、お前の気概に私も応えよう。敵人からの気概を感じる。ただの賊ではないようだ。行きましょう。うわ、来やがれ。お前なんざひとひねりだ。俺の負けだ。本陣は何としても守りきるぞ。敵の増援にも注意せよ。城に向かう国の輩は打ち払った。直江兼次、今こそお二人の身元へ参る。感謝します。さあ、共に敵を押し返しましょう。金勝はまだ戦っています。さあ、救援に向かいますよ。ありがたい。ここは通さぬ。道を開け。恩ある影勝様を失うことはできぬ。窮地を脱しました。次にこちらがお返しをする番。勝負の棋風示さん。かつては勝っていたが爪が甘かったか。拙者自ら当たるのみ。信じておった。金君、あなたの武器はこの異界でも変わらぬようですね。御前、お褒めに預かる光栄です。金津、感謝する。私を見せてやる。何をおっしゃいます。影勝様をお守りすることがこの金津の務め。せい、無縁の炎よ。拙者の部で完全の敵を蹴散らさん。
孔明、湧いて願おう。やるぞ、俺たちで。おいおい、敵将撃ち取った。あの白ずき、そして高潔な空気、あ、まるで可愛い剣心のよう。まだまだ未熟だったか。遅くなってすまない。ジョコウ殿、あとは俺たちに任せてくれ。大使児殿、すまぬ、頼んだぞ。燃え上がれ、烈火流線だ。ジョコウ殿を追い詰めたとは、敵軍の勢いは侮れんな。敵の大将が出てきたようですね。愛で諭してあげましょう。大使人、この世界。よし、私が話をしてみよう。金杉、天守になる本陣の防衛に回ってくれ。承知した。海の輩は一匹たりとも近づけ。孫権という方はよく戦況を見ていますね。見習わなければなりませんが、神か。はっ、行ってみっか。さすがです。あなたならばと思っておりました。敵はまた城を狙ってくるでしょう。みんな愛を持って当たりなさい。所詮敵は小勢だ、城を落としてしまえ。またうろたえ者が現れましたね。しつけてあげましょう。よし、本陣を狙う敵はあらかた片付いたか。信じておった。よく来てくれた、幸村。影勝様、間に合ってよかった。この異界でまたお会いできるとは。幸村、そのまま前線で城の防衛を頼む。無限に敵の城攻めはまだ続く。油断できぬ。あの程度の数で城は守れない。さっさと制圧するぞ。もう遅れは取らん。あらら、見ています。あなたの厳しき分、愛がこもっていることを。新世界の早打ちや。孫悟の兵よ、道を開けよ。この孫権の顔を忘れたか。孫権様もこの世界に。あの方に剣を振るわけには。お見事でした、孫権殿。孫作殿と戦った時のことを思い出しましたぞ。いや、私は兄上ほど強くはない。お前に勝てたのは幸運だった。おかげで助かりました。皆。